キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、もう8月ももう後半の後半になってきましたですよ。はい、お疲れ様でございます。今日のこちらの方面は天気いいですね。まあ、でもそこまでカンカン照りではないみたいですね。ただ暑いですね。はい、もう夏の真っ盛りの時から比べたらちょっとやっぱ変わってきましたですね。はい、ちょっとこう暑さがちょっと変わってきたような感じがしますが、ただまあ引き続きまだ暑いなと、いう日が続いております。はい、そうですね、今週ももうそろそろですか、もうぼちぼち、終盤になってきてるんじゃないですかね。はいですね、どこがどうかっていうのはよくわからないんですけど、はい、もう盛り上がってるんじゃなかろうかと思います。朝ですね、バンクシャの吉野さんが、そこら DM でよかったんですか、それともなんかストーリーのようでですかね。はい、細川さんの作品ですかね。はい、蜂を、販売されておりましてですね。はい、ポストの方でもなんか、ちょっとちらっと、まだちょっと見てないんですけどですね。はい、なんかすっとんきょの顔で始まりましたですけどね。ん？何？見てる？見てる？映ってる？みたいな感じで始まってましたですけど、はい、後でまたじっくり見させてもらおうと思います。はい、来たるですね、25日ですかね。はい、我らが、グリーラックスさんですね。はい、静岡のアガベとアガベ販売所といえばグリーラックスですね。はい、グリーラックスさんがライブされるみたいですね。はい、なんかそれに伴い、これ違うか、モニターさんのなんか募集してましたね。はい、ちょっと株の名前忘れたんですけど、モニターさんで、もしかしたら、蜂もプレゼント、とかいうのね、なんかこう書いておりましたね。はい、ちょっと、よくわかってないね。なんでももう3周年なんですね、グリさんも。はい、長いよね、もう結構、コツ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 やって、今、フォロワーさんどうなんで2万 ?1 万うん、ぐらいですかね。あー、すごいっすね。はい、それ考えたら定期的にこうやってるサボシマさんとかよりも、やっぱすごいよね。はい、なかなかこう1万円の壁っていうのは高いよね。はい、いろんなことを、グリさんはされておりましたよね。YouTube もね、ちょっとプレゼント企画みたいな感じで、誘導されておりましたしですね、やっぱ会えないとダメなのかなとか思いながらですね。なかなかそういうね、フォロワーさん獲得っていうのも難しいみたいでですね。でも実際こうちゃんとこうよく見てもらえる人たちを確保できるこのコンテンツとかはですね、ないとダメなんだろうなと本当常々思いますけどですね。私みたいなこんなぼやきを聞いてたら、ああ、おっさんまた話よねぐらいでですね、聞いてもらってるんでしょうけどですね。はい。まあ、それでいいのかなと思っております。はい。じゃあ、この続きはまた後で。バキポキさんのぼやき。はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、体中から汗吹き出しまくりスティということで、暑いですね。やっぱ暑いわ。だいぶ暑さ変わったとか言ってますが、やっぱ暑いのは暑いですね。で、水分とってもね、追いつかないという感じで。で、やっぱこう汗が滴ってペロペロ舐めたら、すごい濃ゆい塩分ね、しょっぱいですね。で、またそれが、不足しますので、なんかこう塩分のね、ものを食べてという感じでやらないと、ね、体も調子悪くなるという感じなんですけどですね。いやー、でもどうなんですか、これだけエアコンつけてですね、その外と、ね、中のその差が、温度差があったらもう、たまらんすよね。体がやっぱ負担かかりますよ。
これ絶対9月10月になってきたら疲れがずらーっと出ますから、はい、夏の疲れが出るみたいなね、多分大変なことになるんじゃないかなと思うので、皆さんもくれぐれも、そこら辺を考えながらエアコンに当たったりとかね、されてはいかがでしょうかと思います。はい、さて、あとはなんかあるかなーという感じですけどね、ちょっともうそろそろ花壇とかいろいろちょっと片付けをしたりとかね、せないかんなと、もうわっちゃわっちゃなってますからですね、もうちょっとね涼しくなってくれたらですね、やりやすいんですけどね、今年の夏もいろいろありましたが、結構動いた株、やっぱりちょっとこの暑さはやばかったのかと思った株、いろいろありましたですよね。剪定しましたオベルクリカリアデカリですね。なんかおかげさまでまた別なところからやっぱ芽吹いてきましたですね。さあ、あれが剪定あっとったのかなという感じなんですけど、結局その幹からパン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 こう枝がこう伸びてっていう感じなので、どうなんですかね、もう枝切りまくって幹を太くするのが良かったのかなと、太く短くはできるっていうのをね、なんか省吾さんが、香川の省吾さんが言うとりましたからね、育て方がやっぱあるんでしょうね。まあ、ちょっとそこら辺がちょっとまだ分かってないんですけどね。はい、あとはそうですね、あれか、サンデルシーもちょんぱしてですね、上と下切って、上の方はちょっと厳しいかもしれませんね。下の方はまた別のところから葉っぱが出てきたので、あまりいいのかなと。なかなかね、あと柱サボテンがもう一個腐れてまたもう一回出てきたっていうので、もう結構大きな、形になってきましたね。さあ、これからまたカットせないかんのかなと、でそこからまた小ぶかせるんだろうかとかってね、そこら辺がちょっとねどうしようかなって今思ったんですけどね。なんかこうお店とかでこう白っぽいこうなんか薬を塗られたのあれ何なんだろうね。トップ陣はオレンジ色なんですよ。だからベンデートは白っぽいからベンデートなのかな、あれがちょっとね未だによく分かってないんですけどね。はい、でもあれでしょ、切り口にはなんかトップ陣がいいってマサさんも言うとりましたですけどね。はい、結構量があるからバン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 も切ってバン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 塗った方がいいんじゃないかなとかって思ったりねするんですけどね。はい、皆さんはそういったところはどんなの使われてるんですかね。はい、お店で使われてる方のものがいいんでしょうかね。ここら辺はちょっとまだ経験不足ですね。はい、さて、明日月曜ですね。はい、また1週間始まりますよということで、ザンナーミルデーズで皆さん頑張っていただければと思います。さあ、もう8月も終わりますよ、もう9月ですよ、夏休みも終わりですよ。はい、ということで今度は秋に向かっていく感じですよということでですね、はい、今度も早めに早めに取り込むことを考えられますね。今年買った株をいかに家の中で、管理できるかっていう体制に今度切り替えていかないかんから、まあぼちぼち始めてた方がいいんやないかなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。